川が攻めいろうかというところ、ボールを回していく、ここからアンカー西田が行きますが、中に入っていってクロスを上げていった、シモンズがまずはファーストショット決めました。長野がここからスリーを狙っていくか、決めてきました。スリー、まあ、中野選手も骨折に回れたいということもあったんでありますが、まあ、ここはまた今度は三河、この辺りは両チーム点のクリアになりました。相馬選手のやはりこのところの FE 名古屋の中での得点力というのも非常に特筆すべきところが出てきています。さあガーダナーに、おっと石川が入った、ここは石川チームですね、それぞれラブチームでいったが、あーこれを決めるか、今度は長野に石川がつく、ワンパスガーダナーが入っていってレイアップ決めた。さあ長野、またここでも石川がついていました。あーっと三河これ決めるとまた大きいプレーになります。決まっちゃう、左45度から狙っていきました。ここは相馬が徹底的にマークに行ってるが、うわ強い体幹の強さ見せた。さあ相馬、ここは入らずレイアップいったが、西田から柏木が最後レイアップ。さらにラックバスケットカウントになりました。ご覧いただきましょう、ここにダブルチームで行って上から最後に行って決まりました。バスケットカウントエンドワン、朝山が高つく、ここから橋本行った、スリー決まった、ちょっと時間がないぞ、あーっとスティールされた単語場、おっとそれをまた仕返してお互いにボールの奪い合いになった。そしてこれは今ブザーが鳴りましたが、ウィリアム、まあ、割り込んでレイアップいった、ドライブからのレイアップ、名古屋としてもファールゲームはいかないでしょうからね、回り込んでデローレス、バスケットカウントになりました。もうここは時間を使って稼いで、ここで今長野と石川が握手をしました。ご覧いただきましたように85対71、